超ちっちゃい。あ、来た。あっちがずっと来た。俺ちっちゃい。あ、生きてる。これカサゴじゃないよ。あれ、カサゴさんも、あ、いや、生きてる。ハタが釣れるの。おお、すごいよ。上がった？案外乗されないでしょ。はい。案外乗されない。よいしょ。あ、もうでかい。でかい。おお。おお。でかい。すごい。でかいよそれ。でかっ。いやーすんげー。え、俺それ、そう、それを狙ってるの、なんでこれなんだ。すげーよ。すごい。これすげーよ。びっくりっすね。いやシャムシャムだよ。嬉しい。じゃあ佐々木さんと一緒に。俺でかいじゃねえか。あ、すごいでかい。嬉しい。ちょっと、よし。すげえこれ。これ俺2匹だよ。いや、これ足しても俺に勝てないですよ。俺らほらゲストに釣らせるっていうさ。そうですね。今日はゲストだ、車の中でも釣ったんだよな、はい、ゲストに釣らせるけどまずダメだ。そう、まずダメだっていうのをホストのために。そう、杉ちゃんあまりにもかわいそうだったから。そうですね、今日はゲストに釣ろうなっていうさ。はい、まずそっからですね。ああ、よかった、はい、その願いが固くてよかったです。ただ船のみんなが女性に優しいというね。全員が。ちょっと女子には。頑張ります。頑張ります、ね、やりましたね。やりましたね。あんな大物と、あんなでかいと、もうあの大きいの釣れたのも嬉しいんですけど、もう佐々木さんはじめいろんな人にすごいね、これはでっかいって言ってもらえたのがすごい嬉しかったです。なんか自分じゃどれぐらいの大きさが普通かわかんないけど、釣り人たちが認めた魚ってことでめちゃくちゃ嬉しかったです。これ全部自分でやってるから嬉しいですよね。餌も漬けもやってもらったやつで釣るのと、やっぱり自分で釣るのはもう全然違うから、めちゃくちゃ嬉しいです。今日は1日でいろいろ学べました。素晴らしい。頑張んないと。頑張んないと。あの方、状況のいい時だったら出るんですけど、今日なんかもうしけの合間だから朝やっててもかなり難しいと思ったんだけど、
もう良かったと思います。中島さんがすごいです。はい、嬉しい、思ってましたね。また壊した。え？来た。また？来た。また来た。また来た。これもいいぞ。いいぞ。これいいぞ。これもいい。これもいいぞ。来てます。来てます。ゆっくり上げます。はい。ゆっくり上げます。あ、叩いてる叩いてる叩いてる。おお、あー、いるいるいる。いや、参っちゃったな、これ参っちゃいましたよ、これ。上まで巻いて、はい、ダメ、上まで巻いて、巻き終わりました。ダメだ、おーしゃー、すごい、おいおいおい、ヒラメっぽい。あ、ヒラメだ。うわー、ヒラメ2枚目だ。おい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 。ヒラメだ。イエーイ。来ましたー。ヒラメヒラメって。あれ？あれ？マジっすか。ヒラメ釣るの難しいよな、普通。さすがですね。持ってますよ、あの子。上手くなってましたよね、普通に。分かってたらですかね。あったー、嬉しい。来てますね、今日は運がいい日だ。イエーイ。また一応呼ばれます。下からそうですね、そうです。はい、あー、そうですね、はい、イエーイ、イエーイ、かっこいい。イエーイ、ヒラメ。すごい釣りました。ありがとうございます。これをじゃあ今当たってたのね、送ったの。え、送ったら電話かかりしたの。そういうことしちゃダメですよ、ちゃんと合わせる。ヒラメが出てきました。今ヒラメ船長、今ヒラメです。もうみんな下に黙ってたんだ。今のあたりヒラメです。もう一回回り直していきます。ダメだ、俺はヒラメ大将悪いんだ。いや絶対ヒラメ当たり、ヒラメ。もう年かかったわ。あー、ね、ヒラメだ。ずっと見て、たかしくんずっと見せた今。いやらしく見てるよ、ほんと。こうやってね、釣りにハマってってくれりゃいいんですよ。確かに。もうハマっちゃったでしょ。ね、多分ね、こんだけ釣れりゃ。あった。おお、来た。来た、これは来た。これはでかい。これはいい。これいい方だ。これはいい。今日一。このシナリはいい。おおおお。ただなんか軽いな。いや、重い、ただ重いだけだな。ヒラメですよ、ヒラメ。いい入りしたな、今。これは何だ。なんだこれ。すごい良い張りさせてね。なんだ、ヒラメだ、ヒラメだ、おー、ヒラメだ。よしよしよし、ワイワイヒラメだ。よっしゃ、ヒラメだ、ヒラメ、すごいすごい。よしよしよし、楽しい。やったー。よーし、楽しい。ちっちゃいけどヒラメだ。今日釣るのみんな、来ちゃうぞ。
祭りです。俺片手で持っちゃうからダメなんかな。こうやるとさ、ちょっとはさ、ちょっとは大きく見えんだよね。俺片手で持っちゃうんだよね。なんでも。ありがとうございました。はい、いいっすね。はい。ありがとうございます。めっちゃ釣れてますね。すごい。たかしくん。いるよ、魚。魚いる。狙ってない人ですね。いや、俺狙ってたから。狙ってたから。そんな低いとこやってないです。え？狙ってたんですか？やっと釣れたじゃないですか。釣るのに必死すぎて一瞬で終わっちゃいましたね。あ、本当ですか。あ、よかった、はい、ハマっちゃったんじゃないですか。はい、もうだいぶハマってます。もう勝浦すごい。旗の方が多分でかいんで。すごいすごい、やば。わー、もう 3.8 です。すごい、 3.8? 3.88。 イエーイ、でかい。まだ俺釣られてたやつ。もうこちら3点やったで、ヒラメが2点やった。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。無事釣り終わり、港に帰ってきましたが、はい、今日はいかがだったでしょうか。今日はね、すごい、最初こう車来る時に高志くんと、いや、ゲストに頑張ってもらわなきゃ、釣らせなきゃダメだよねって、心配するもん、心配もなく、はい、やられました。サクッとやられました。よかったです。はい、本当に楽しかったです。もう大満足でした。それ楽しいですね。あんなでかいですね。あんな楽しいです。いや、もうヒラメもハタも初めて釣ったので。初めてだった。はい、ハタもヒラメも初めて。初めてです。ヒラメもハタも泳がせが初めてだったんですよね。佐々木さんにお会いするのも初めてでしょうね。はい、本当です。気持ちいいですよね。気持ちいい。最高。寒くないですか。大丈夫です。佐々木さんと会うの初めてでしょ。はい、初めましてです。初めまして。あ、なるほど、はい、どんなイメージですか。もうすごいテレビで見る人というか、佐々木さんの印象はすごく熱い方っていうイメージですね。まあ、それはね、スポーツ選手の方なので熱い方なんでしょうけど、まあ、優しくしてくださったら嬉しいなって思います。優しいです。あ、本当ですか。良かったです。はい、仲良くなりたいです。仲良くしてください。お願いします。どういう風に接したらいいのかなとか思ってたんですけども。いや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 。もう釣りっていうワードだけでこんなにも仲良くさせていただき、めちゃくちゃ楽しかったです。なんか一緒の船に乗るとみんな仲間っていう、なんか不思議なチームワークが生まれるのも釣りのいいところだなって。ね、今日またね、今日は良かったんです。乗ってくれる人がみんなすごい、前回も乗ってくれた人が言ってたんで、すごい人ばっかりだったんで。あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。今日は本当お疲れ様でした。ありがとうございま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 す。ありがとうございました。ありがとうございました。いろいろな、ね、魚の釣りをやっていきたいんで、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもお願いします。以上でございます。よろしく。どっか写真撮ってて、撮ってあげて。ありがとうございます。重くて持ち上げられない。イエーイ。イエーイって。あ、いいですね、いいですね、いいですね。あ、かっこいいです。わ、すごい、でかい。オッケー、オッケー。